どうも、あさきです。本日の動画ではですね、こちらですね、シンコさんという、音響機器メインに出してるメーカーさんからワイヤレスインカムをご提供いただいたので、今回はそちらをレビューしていきたいと思います。では早速ちょっと開けていきます。こんな感じですね。こちらが、シンコさんというメーカーさんの、ワイヤレスインカムの X トーク X5 という製品になります。ではちょっと開けていきたいと思います。ちゃんとケースに入っておりますね。やっぱりこういう撮影だったりとか仕事とか現場で使うものはこういう、ケースに入っているとすごく便利なのでありがたいですね。ではちょっと開けていきたいと思います。こっち側にすごい結構ずっしりものが入っております。で、ワイヤレスインカムは5つ入ってますね。ここセットで、下側はもうがっつりインカム。で、これワイヤレスのインカムなので無線通信を行っております。なので無敵がついてるかちょっと確認します。擬敵を探すこと数日ですね。担当者の方に擬敵ありますかっていう連絡をしたところ、なんとこっちですね、この箱のここに擬敵ちゃんとねついてました。よかったです。ちょっとね焦りました。で、擬敵って製品についてなくてもいいのかというところなんですが、総務省のホームページの擬敵マークの表示の方法のところに、これですね、表示する場所って書いてあって、設備に直接表示の説明のところに、表示をすることが困難または不合理な場合は、取扱説明書及び梱包または容器に表示することも可能と書いてあるので、これですね、梱包にちゃんと擬敵があるよということで、ちょっと安心となります。この商品の中身ばっかり見てたので、結構もしかして擬敵ないのかと思ってすごい焦りました。しっかり教えてくれた担当の方ありがとうございます。ではですね、無事擬敵も確認できたので、こちらです。こちらですね、中身を確認していきたいと思います。で、まず、これ開けますと、こんな感じでこの下にインカムが5つですね、と上に充電器だったり、バッテリーとか充電ケーブルとか入っております。で、この X トークシリーズ3パターンありまして、で、1つが普通の X トークってこのインカム1つですねで売っているものと、次が X トーク X3 っていう、インカム3つのセットですね、と、あとこちらが X トーク X5 というインカムが5つですね入ってるものになります。で、中に入っているものがこんな感じで箱に書かれております。で、まずインカムが5つで、バッグで、これが充電ケーブルが3本で、充電器が3つで、バッテリーが8つで、これはインカム1つにつきバッテリー1つなので、予備で3つ入ってるってことなんですかね。で、これが、ワイヤーフォームクッションってことで、多分この辺につけるクッションなのかなっていう感じですね。が5つ、インカム分入っているのと、あとこれが、ミックウィンドシールドって書かれているので、多分、この部分のカバーになってるやつだと思われます。はい、入ってるものは以上です。で、このシンコさんなんですが、結構使いやすさと魅力的なラインナップで人気になりつつあるメーカーさんなんですけど、なんといってもですね、こちらお値段が結構安いといったところも魅力の一つとなります。結構メジャーな音響メーカーさんに、このフリーランドさんというのがあるんですが、フリーランドさんはお値段も結構そこそこして、製品もいいものといったコンセプトの会社さんなのに対して、このシンコさんですね、一体どんなクオリティなのかといったところを託していくのもすごく楽しみです。
て、具体的にお値段なんですが、まずこちらのシンコさんですね、このワイヤレスインカム5つセットでだいたい500ドルといった、こちらのセットで500ドルといったお値段で、で一方ですね、ホリーランドさんのインカムが5つセットっていうのは売ってなくて、4つセットで1300ドルで、プラス呼気を1つ追加して、まあ5つにして、呼気1つで340ドルだったので、ホリーランドさんは5つセットで1640ドルとなります。日本円だいたい1ドル150円とすると、シンコさんは一式セットで、まあ、7万5000円ほどとなって、よいしょ、いて、一方ホリーランドさんですねは5つセットでなんと24万6千円と、なかなかあの手が出ないお値段になっております。なので、まあ、あの本当映像を極めたいので、機材もすごくいいものをっていう方は、海軍性能がいいものだと思うので、ホリーランドさんで、ちょっとお金を抑えたいけどいいものが使いたいっていう方は、まあ、シンコさんだったりっていう使い分けをしてみてもいいのかなと思います。ちょっとこちらはまだあの使ったことがないので、こちらの動画でちょっとね、どんな感じかレビューしていければと思います。ではでは早速ですね、中身見ていきたいと思います。でまずこうパカッと開けると、上のポケットのところに充電器が3つ、お、結構キチキチに入っております。さあこんな感じですね、この充電器が 1,2,3 と3つ、あと中にバッテリーも2本ですね、こんな感じで入っております。とあとは充電ケーブル3本、まあ、これそれぞれがここのポケットに入っておりまして、こんな感じの充電ケーブルが1,2,3と3本入っております。あとはバッテリーが ×8 と書いてあったんですが、ちょっとで中確認したら2,2,1で5本入っておりました。なのでこれは多分5本なのかな、まあ、あのインカム自体5つなので5本あれば足りるかなといった感じですね。であとはヘッドセットが5つですね、まあ1つちょっとこんな感じで入っているのを取り出して、こんな感じですね、おー、こちらです。で袋の中にイヤークッションですねが入っております。これがそれぞれの袋に入ってるんで5つですね。とあとはリップウィンドシールドが多分これかな、もうついてるこちらになるのかなと思います。とあとはストレージバッグということで、このバッグということで楽に持ち運べるような形になっております。ではですね、早速製品紹介をしていこうと思います。でせっかくなので、私が持ってるこのホリーランドさんのソリッドカム C1 プロというワイヤレスインカムですねとどこが違うか比較しながら見ていければと思います。でまずこちらですね、 Xtalk X5 ということで、コンセプトが人脈を広げコミュニケーションを向上させると書いてありますね。で概要がこちらのページに書いてあって、画期的なワイヤレス通信システムを使った Xtalk X5、ブロックチェーン技術を統合した画期的なワイヤレス通信システムですということで、いろいろですねポイントとしては、マスターフリーアルゴリズムだったり 2.4 ギガ周波数だったり、羽のように軽い携帯性とかといったポイントですね、どういった魅力があるのかといったところが書かれております。で次のページから具体的にどういう特徴があるのかといったところをご説明していきたいと思います。でまず一つ目の特徴こちらですね、シンコマスターフリーで交換可能な分散化ということで、これがですねシンコさんのマスターフリー技術を搭載したインカムになってます。どういうことかというと、マスターになる親のヘッドセットと、このリモート、まあマスターヘッドセットとリモートヘッドセットという名前なんですけど、マスターヘッドセットが親機ですね、なイメージですね、これが交換設定ができる、まあ、つまり元のマスターのバッテリーが切れても他のリモートの呼気をマスターの設定にすることができると。なのでそうすればそっちで使い続けられるといったような特徴を持っているようです。でまあそれによって5台あるうちの2つをマスターにすることで2つのグループですねを作ることができるといったような特徴になってます。でこれがあのホリーランドさんのソリッドカムの方がマスター機が必須で、親機のバッテリーがなくなると使えなくなっちゃうっていうところがあったので、結構画期的な機能だなと思いました。
で次のスライドが 700m までの範囲でコミュニケーションができるよというところで、伝送距離が直径 700m ですね。でこれはソリッドカム C1 プロも同じで、どちらも十分コミュニケーションが取れる距離で使えるといった製品になります。で次が 150Hz から 7kHz にわたる AEC の向上というところで、 AEC というのが多分エコーキャンセラーですねと言われて、インカムで通信するときに電気信号だったり音の出力が拾われちゃってエコーやハウリングを起こすのを防止するような機器だったり技術のことをこの AEC と呼ぶらしいです。でまあそういった機能が備わってるよというところで、これはソリッドカム C1 プロも同様に同じ機能備わっております。で次が 3.5mm リアルタイムモニタリング書かれてるんですけど、このインカムの 3.5mm ジャックこれですねのところにイヤホンを差し込んで、マイクの周音効果をリアルタイムにこう聞いてモニタリングができるといったような機能が入っているようです。マイクの出力信号を最適なレベルに調整してクリアで完全な集音効果が得られますということみたいですね。で次が比類のない接続とセキュリティのための 2.4GHz 周波数ということで、これが低消費電力の周波数帯を使っている世界初の 2.4GHz のワイヤレスインカムシステムといったところも大きな特徴になります。でこれがソリッドガム C1 プロの方は 1.9GHz になっております。で低消費電力なので動作時間もかなり変わってきていて、これは結構すごいなと思ったんですが、まず動作時間ですねが、しんこさんの方はなんと20時間、この後ちょっと出てくるかな、あこの後出てきました。で、これですね、しんこさんの方は20時間使えるというところで、ほぼ1日ですねずっと作業してても大丈夫といったところで、ソリッドカム C1 プロの方はフル充電した状態で、マスターの親機の方は最大 4、5時間で、子機の方は最大10時間といったような時間になってます。これはなかなかすごい、長丁場の現場ではすごく重宝されるんじゃないかなと思います。というのと、バッテリー容量ですねが、1050mAh あって、ソリッドカム C1 プロの方は 700mAh ですね。なのでアンペア数も 1.5 倍ほどあるといったところで、動作時間も伸びてるのかなというところになります。ちなみにバッテリーの充電時間ですねはどちらも同じで 2.5 時間となっておりました。で次が移動中の最適な携帯性と耐久性ということで、重量はバッテリー込みで 188g といったところで、長時間使用しても重くないので快適ですよというところになります。でこれはソリッドカム C1 プロの方は 170g でちょっと軽い。で次が18人のグループ通信で無制限の接続性ということで、ファームアップをすることによって最大接続台数が18台までつながるそうです。でソリッドカム C1 プロの方はハブを使えば最大27人つながるといったところではあるんですが、18人つながれば全然十分かなという感じだと思います。はい、製品紹介こんな感じでした。ではですね、早速こちらちょっと使ってみたいと思います。でこちら電子版でマニュアルがあるので、ちょっとそれを見ながらやっていきたいと思います。まず製品紹介ということで、1番、ここに 3.5mm のマイクの入力ポートがこれですねありますね。なんでこれを 3.5mm のマイクジャックとつなげて、これで聞くということができるようです。で2番が電源オンオフの切り替えということで、これですね、こうカチカチで電源オンオフできます。でインジゲーターライト、ここにインジゲーターライトがあります。でこれ A ボタンで、真ん中がボリュームプラスマイナスで、ボタンの B で、ここにタイプ C ポートがあります。ここですね、という結構まあシンプルな作りになっております。でここから操作説明ですが、まずですね、最初にバッテリーですね、こいつ充電したバッテリーをここから入れます。で下にこう引いて、こうパカッと開けるタイプですね。でバッテリーをこうですね入れて閉じます。でまずまあ電源オンオフ、ここですね、電源オンにするとパワーオンといって、ここが緑でチカチカしてますね。でまあ電源オンオフはここですね。で親機子機の設定を最初にする必要があります。
ヘッドセットをマスターに設定するには A ボタンを8秒長押しします。で、すべてのヘッドセットをマスターリモートとして切り替えできますということなんで、こいつがマスターにもリモートにもなるという、これすごいですね、ことです。なので、まあ電源入れて、で A ボタン長押しですね。あ、今はこれマスターモードと言いました。なのでこいつはマスターになっております。ただ、まだどのコットも接続してないので、チカチカ点滅してるのかなという感じですね。で、次にこいつ、もう一つのやつをこいつとペアリングしていきたいと思います。こっちにもバッテリーを入れて、で、電源を入れます。これもチカチカ緑で点滅してますね。で、ペアリングの方法ですが、 A ボタンを3秒長押ししてペアリングモードに入ります。で、ペアリングが成功した後、両方一度再起動が必要で、再度電源を入れると自動的にペアリングされますということですね。なので、まずペアリングモードにします。まずこいつ3秒ですね。 1,2,3 で、これまだチカチカしてます。で、こっちも 1,2,3。あ、もう緑の点灯になりましたね。しかももうこれ拾ってるっぽいですね。が、一応で再起動必要って書いてるんで、一回電源切ります。はい、一回電源切りました。で、電源オンします。パワーオン。今ペアリング成功という声がして、で、これ緑の点灯になっているので、ペアリングができている状態になります。なので、最初の1回だけもうペアリング設定しちゃえば大丈夫ですね。で、次に音量設定で、まあこれは音量、このプラスマイナスを押すと音量を調整できるよというのと、ノイズキャンセリング、ノイズキャンセリングのオンオフができます。ちょっと1回押してみますね。ノイズキャンセリングオン。お、今オンですね。で、もう1回押すとノイズキャンセリングオン。っていうので、まあオンオフ切り替えができます。で、ミュート、アンミュートはこれですね。これをこうやって頭のサイズに合わせて動かします。で、こうですね。お、いい感じですね。こんな感じで、これが上に行っていると、まあ音声こっちからも全然何も聞こえない状態ですね。ただこれをこう下げると、こっちからも声が聞こえ始めます。いう感じですね。で、これを上げるとこんな感じで、こっちからは何も聞こえなくなると。で、これ聞こえるかな。うわ、これこうやってブームアーム、これね、ブームアームを下げるとこいつ喋るんですね。こうっていうので、こう上げ下げした時に今どっちモードかっていうのも分かるようになってるので、これ結構便利だなと思います。っていうのも、自分がこう下げてるつもりでも実は下がってなくて、こっちに音声伝わってなかったとかっていうことが防げるので、喋るのはすごくいいなと思いました。で、あとは7番のドミナントモードで、マスターの B ボタンを長押しするとドミナントモードに入り、マスターヘッドセットは話し続けますが、呼吸は話せずに聞くことだけができます。へー、これ面白いですね。手を離されば終了は、ちょっとわかんないけど、ちょっとやってみますね。ああ、で、こっちに声聞こえてますね。で、ああ、こっちからも声聞こえてますね。はい、両方から聞こえてます。で、おやきの B ボタンを長押し。今、ドミナントモードに入りましたと言いました。で、なので、こっちはミュートに、ミュートになってない。あ、長押しっていうか落ち続けるってことかな。はい。これドミネントモードって言って、で、おやきはの声は聞こえてます。で、今こっちから喋ってるんですけど、この B ボタンを押してる間はこっちからは何も聞こえないですね。で、こう手を離すと、こんな感じで聞こえ始めます。なるほど。これ面白いですね。で、次がインジケーターライトの色ですが、緑点灯が、まあ、接続済みですね。
で緑点滅が未接続で、あーノイズキャンセリングがオフとかもわかるのかな。緑と黄色のライトが交互に点滅で、赤いライトがゆっくり点灯がローバッテリーで、赤いライト点灯で充電中ということみたいです。であとはまあバッテリーの取り外し方法と、あとタイプ C ポートで充電しながら使うこともできる。おー、なるほど、これもいいですね。なんであのモバイルバッテリーとか持ってる人であれば、ここにタイプ C ポートあるので直接つないで、でモバイルバッテリーでこう充電しながら使えるということですね。万が一バッテリー充電するの忘れちゃったとかあっても使えるのはすごくいいなと思いました。とあとはリアルタイムに音声をモニタリングできるということで、さっきのあの 3.5 ミリのこのポートですねからヘッドセットとデバイスを経由して、デバイス、パソコンとかにつなぐのかな、こうパソコンとかにつないで音声をモニターすることができます。でこちらですね、ホリーランドさんのソリとかも C1 プロと比べると、やっぱ結構あの持ち比べると重い、まあ十数グラムなんですけど、ちょっと重いかなっていうのは持ち比べると感じますね。見た目はこんな感じですね、見た目の違いとしては、あとちょっと気になってるのが遅延ですね。気になるので比較してみたいなと思います。でデータ的にはこちらは遅延は約50ミリ秒になってます。でこちらは約35ミリ秒なので、まあ、こっちの方がやっぱり遅延は少ないのかなという感じなんですが、まあ聞き比べしてみたいと思います。スポーツ中継とかではもう遅延は致命的だみたいなことを聞くのですけど、約20ミリ秒の差がどれだけ効いてくるのかはちょっと気になるところです。こちらがホリーランドさんですね、ソリッドカム C1 プロですが、こちらの遅延は、もし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 ぐらいの、本当にほぼ感じないですね、遅延をという感じで、シンコさんの方はなので、やっぱりちょっと遅延はまあホリーランドさんよりは遅延はちょっとあるという感じになります。ただまあ多分現場で使っててもそんな気にならないレベルなのかなと思います。なので、まあ、現場の状況に応じてどの製品を使うのかっていうのを選択していくのがいいのかなと思いました。ちょっとあとですね、追加でテストしたいのがこちらですね、バッテリーの耐久テストっていうか、本当に20時間持つのかっていうのをちょっとね試してみたいと思っておりまして、でまあ20時間ちょっと使い続けるわけにはいかないので、今このフル充電の状態ですね。でインカムにバッテリーを入れて電源オンし続ける20時間、でまあ20時間後にちゃんと使える状態なのかっていうのをテストしたいと思います。こいつですね、はい、フルです。フル充電のものを2本取りまして、2つ目にも、よし、これで、ペアリングできた状態になるので、20時間放置しようと思います。電源を入れてから10時間経過しました。がまだねちゃんと電源ついてますね。声も全然普通に聞こえております。こんな感じですね。特になんかこう熱くなったりとかもう全然ない感じですね。つけてみるんですけど、全然違和感なく普通に喋れます。はい、こんな感じです。ちょっと次20時間行く前に15時間ぐらいのところでどんな感じなのか見てみたいんですけど、今夜の9時で10時間だから2時まではちょっと起きてないかな。まあ多分12時ぐらいまでは起きてると思うんで、12時だから13時間ですねのタイミングでもちょっとどんな感じかは見てみたいと思います。
ちょっと動画を作っていたら1時になってしまったので14時間ですね、たったのレースが、インカムこんな感じで全然、まだ動いてますね。表示合います。ただいま朝7時ですね。なんとバッチリまだ動いてます。ただいま7時39分なんですが、まだ全然インジゲーター緑のままですね。で、私がちょっと今から多分夜ぐらいまで帰ってこないので、一旦20時間39分で電源切って、で、また帰ってきてからつけっぱなしにして、いつぐらいまでバッテリー持つのかはやってみたいと思います。なんで一旦切ります。はい。これでまあ大体20時間と40分ですね。ずっと、スケッパにしておりましたが、全然大丈夫でした。お、ついに点滅し始めました。ただ声は、まだインカムとしては機能してます。はい。やっとですね、インジゲタ赤くなりました。こっちはまだ緑ですね。で、なんと、あれから5時間10分も、両方とも緑のままで問題なく動いておりました。なので実質かなりの時間稼働させても大丈夫なのかなということが分かりました。もちろんバッテリー新品のを使ってるので多分うちが特にいいというのもあるかなとは思うんですが、もう十分使える耐久時間だということが分かりました。はい、というわけでこちら X トーク X5 ですね。こちら結構こういうのができたらいいなっていうのがいろいろ機能として備わっていて、で、例えば親機と子機が決まってないっていうところはすごくいいなと私は思いました。あとまあタイプ C で充電ができるだったりとか、あといろいろ音声で教えてくれるこのモード切り替えとかっていうところも分かりやすくていいなと思いました。結構現場の声を吸い上げて作った製品なのかなというふうにすごく感じました。あとはやっぱお値段もこういういろいろ機能が入って結構お手頃なお値段で買うことができるので、気になっている方はぜひご検討してみてください。 あとですね、私のおすすめポイントの音声で、教えてくれるというところなんですけど、なんと日本で発売されるこの X トークは日本語の音声案内をしてくれるそうです。なのでそこもすごくいいなと思います。それでは今日の動画はこの辺で、バイバイ。